今日とコラボの、はい、コラボパフォーマンスさせていただいてるんですけど、昨日一日やってみてちょっと感想なんか聞けたらなって思うんですけど、どうでしたか？はい、昨日もたくさんコラボパフォーマンスさせていただいたんですけど、その中でも試合前のオープニングパフォーマンスがすごい私心に残っていまして、初めて動画を見た時は、これをコラボするよっていう動画をいただいた時はもうみんなで悲鳴を上げて、皆さん決心のオープニングパフォーマンス見られたことありますか？もう本当に難しいんですよ本当に難しいんです。振りも早いし、ポンポンも内先生に謝られました。本当に腕がもげそうになるぐらいみんなで一生懸命練習して、でもその練習の成果もあって、そしてチアドラゴンズさんの皆さんのサポートもあって、もう昨日は本当に楽しくて、もうちょっとうるっときちゃうぐらい感動するコラボパフォーマンスだったなって思いました。ありがとうございます。本当に嬉しい言葉を、その言葉で私たちがうるうるしちゃう。ありがとうございます。もうさすが内先生の振り付けです。本当に大変です。ありがとうございま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 す。それでは、ほのさんいいですか？はい、私もね、シーノに同じくなんですけれども、昨日決心のパフォーマンスをコラボパフォーマンスさせていただいて、私たちもサニーズさんに一生懸命サポートしよう、一緒に頑張ろうねっていう話をしてたんですけど、本当にたくさんの時間をかけていただいて、4人でたくさん練習したよっていう話を聞いて、もう本当に私たちも一緒に踊れることを心強く思いながら昨日パフォーマンスさせていただきました。はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当にですね、本当にありがとうございますの言葉でいっぱいで、そしてイニング間もね、踊りをも一緒に踊らせていただいたんですけど、私的ハイライトはバズーカタイムのハリックの特大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 バズッカーでした、はい、でハリーズの皆さんもね、結構パコーンとね飛ばしてもらって、はい、今日も3回にバズーカあるので、特大ホームランならぬ特大バズーカを期待しております。皆さんご注目ということで、はい、ありがとうございます。はい、じゃあそれでは続いてのトークテーマに移りたいと思います。次はお互いのパフォーマンスを見た感想などを伺っていけたらいいなと思います。皆さんお願いします。はい、ハニーズはバトンとかリボンを普段使ったパフォーマンスはないんですけど、チアドラゴンズさんはすごくアクロバットもしたり、なんかもうすごい、なんかもうこう見ちゃうパフォーマンス、こうやって見ちゃうパフォーマンスばっかりで、本当にすごいなと思って、なんか私もなんかアクロバット始めようかなと思うすごいな、頑張ります。本当にすごかったです。だからもう何ですかね、喋るのがすごく下手でちょっとまとめきれないんですけど、本当にすごくかっこいいです。以上です。ありがとうございます。もう仕草から可愛い、可愛さが溢れております。ありがとうございます。じゃあ続いてミミカお願いします。はい、ハネイズさん本当に本当に可愛いです。めちゃくちゃ可愛いんですけど、可愛いだけじゃなくて、一人一人のダンススキルがとても高くてかっこいいのと、あと見ていてこっちが笑顔になっちゃう弾けるパワー、これも魅力の一つだと思います。もうハニーさんの魅力を語り出したらちょっと日が暮れちゃいそうなんですけど、そうね、本当に、ね、はい、大好きです。はい、大好きです、大好きです、ね、昨日もみんな袖からすごい可愛い可愛いって言いながら見てたよね。はい、はい、ハートも溢れ返ってたんですけど、溢れ返ってました。はい、本当に大好きです。大好きです。ありがとうございます。あとは、はい、今回はこちらのイエローの衣装で来ていただいて、昨日も芝にすごく生えてて素敵だったんですけど、皆さんがピンクの衣装を着てる姿も実際に見てみたいなって思いました。ピンクも可愛いですよね。衣装2種類あるんですもんね。可愛い。
ありがとうございます。可愛いです。どっちも可愛いです。いや、可愛いです。可愛いです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まだまだお話を続けていきたいところなんですけど、お時間もないので、コラボトークショーはここまでといたしまして、この後はコラボパフォーマンスに移りたいと思います。皆さん、準備の方お願いします。ハニーズさん、トークショーありがとうございました。